はい、それではストレッチポールとかフォームローラー、ローラー系のものを持ってきていただいて、一緒にコロコロと全身巡らしていきましょう。これ撮った日雨だったんですけど、なんか雨の日って体がちょっともったりとしてあんま巡らない感じなんですよね。なのでよくストレッチポールとかで体全体ほぐしたり流したりします。さあ、足首からコロコロと転がしたら、ふくらはぎもしっかりと巡らしていきましょう。ここが滞ると上半、下半身に落ちた血流水分が戻っていけないので、むくみにつながっちゃいます。で、膝の後ろのリンパもポンポンポーンと刺激しといて、さあ片足をもう一方の足に乗っけたら、ちょっと体重かけてふくらはぎをほぐしていきましょう。痛い方はね、無理しないで、さっきみたいにコロコロだけで大丈夫ですよ。痛気持ちいいくらいにしときましょう。痛いはやめましょうね。さあ、皆さん雨の日ってお好きですか？なんかラジオみたい。私雨の日ね、好きというか、まあ嫌いじゃないんですよ。なんでかっていうと、こう湿度が高くなるので、うわ今日美肌の日いい湿度みたいな気持ちになるのと、植物が好きなので、あ恵みの雨だな、植物元気だなと思って、ハッピーな気持ちになったりします。さあ今度すねを流していきましょう。正座でお尻浮かせずに、お、これは足首をちょっと体重かけて前からほぐしてますね。でコロコロと、自分がなんかここをちょっと張ってるわっていうところを入念にやってみてください。なんかここ結構外雨ザーザーだったんですけど、さすがにね、雨音は入らないですか？さあ今度前ももをやっていきましょう。で、もも横、痛い人いるかも。そしたら転がさなくていいので、立ち止まってというか止まって、体重かけてほぐして横に動いてをやっていきましょう。逆サイド、横、ね、横以上に痛いのがちょっと斜め前、コロコロとほぐしていきましょう。私もこれ一番最初にやった時って冷や汗出るんじゃないかと思ったんですよね。でも1ヶ月もしたらね、全然痛みはなくなります。気持ちいいみたいな流れるになるので、ぜひぜひ皆さんやってみてください。ストレッチポールローラー系本当にダイエットにいいから姿勢改善とダイエットにはマジでローラー系おすすめです。なんかトレーニングはもちろん大事なんですけども、トレーニングで鍛えるだけだとバキバキガチガチガチムチみたいになるので、ぜひぜひほぐしてね、柔らかくしなやかな筋肉を作りください。ここ私ここ痛いんですよ。内ももの膝のちょっと上の部分なので、都度よくほぐしております。さっきのね、足揃えてる状態じゃできない内もものあたりをほぐしていきましょう。コロ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 、はい、ここが痛いの、ここがもも裏もほぐしていきましょう。ここはね、対してこうあんま体重もかけにくいし、慣れたものと皆さん思います。で、お尻はね、ほぐさないと本当いろんなところに不具合が出てくるので、お尻ほぐしましょう。腰が痛い方はね、お尻張ってたりするし、左右に傾けてお尻をほぐしていきます。これも自分で、お、ここがなんかちょっと張ってるわ痛いわっていうところを入念にゴロゴロとやってみてください。で、少しね、腰の上の部分、骨盤の
上部の部分ですね、ほぐしていきましょう。さあ次上半身に移っていきます。髪の毛の巻き込み事故が起こるので皆さんそれは気をつけてください。結構高い位置で今回ポニーテールにしてみました。なんか前回か前々回のストレッチポールの時に2つ結びにしてたんですよね、ツインテール。ちょっとさすがにやめてみました。はい、肩甲骨の下にポールを置いたらぐーっと伸びていきましょう。これね、首とかね、こうちょっと硬くてしんどい方はやらない方がいいと思います。痛めないようにね、腰とかも。頭の後ろで手を組んでしっかりと支えた状態でいきましょう。で、ちょっとずつ肩甲骨の上の方にポールをずらしてオープンしていきます。さあ今度は脇、あとちょっと腕の付け根の前の部分、ここら辺もね、リンパ滞ってないですか？お胸が大きくしたい方はぜひここら辺のリンパしっかり流してください。あと二の腕が、太い腕が気になる、細くしたいっていう方は結構やっぱね、この周りが張ってて凝ってて巡りが悪いので、ほぐほぐほぐしてあげてください。もうなんか動画で何回も言ってるんですけど、二の腕は鍛えるだけじゃ痩せないことが多いんですよ。本当に姿勢改善とか、あとこの周りのリンパ巡りを良くしてあげるとスルスルと痩せるので、ぜひぜひやってみてください。二の腕のね、マッサージ、リンパ流す動画とかも概要欄に貼っておきます。まだやりますよ。今度はあばらの部分をやっていきます。よいしょ。もう一回胸オープン。これ気持ちいいから好きなんですよね。ちょっとね、巻き肩とか猫背の方はしんどいかもしれないですので、ご自身のできる範囲で、気持ちいい範囲でやってください。ゆっくりと大きく呼吸することを忘れなく。よいしょ。はい、ちょっとショートバージョンでしたがお疲れ様でした。